千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、ちょっと差し歯の歴史、セラミックの歴史のことなんですが、前歯の差し歯でセラミックができるようになったのはいつからですかという質問にお答えしたいと思います。歴史ですね。なのでセラミックが、急激に発達したというのが1940年ぐらいからどん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 、高度成長で、産業革命の辺ですよね。でどん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 セラミックの技術が上がっていって、で歯にも応用できるようになったものです。なので今から60年70年前ぐらいがスタートなのかなとは思います。はっきりと文献も残ってるわけではないと思いますので、私の勉強不足かもしれませんが、とセラミックというのは陶器なので、セラミック、セラミックスいろんな呼び方ありますが、と陶器ですので、と言い方違うかもしれませんが、と縄文時代、弥生時代のあの土器に関しても陶器なので、セラミックと考えるとセラミックの歴史というのはすごく長いです。なのでと歯にと応用されるようになったのはいつかっていうと、今から50年前ぐらいですね。50年前、ぐらいがとスタートではないでしょうか。ということで、とあまりその辺しっかりと勉強するところでもないですし、私もちょっとうろ覚えみたいなところもありますが、と そんな感じの50年前ぐらいからと思っていてくれればいいかなと思います。詳しいご質問ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。